カオル子、まだか、カオル子。おー、もうちょい待ってーな。早くしろって。数量限定のお菓子なんだから、売り切れる前に行かないと。わかってますやんか。あー、寒い。行きたくなくなってきた。あたし一人で行けとかなしだぞ。お前がバイク出せって言ったんだからな。ちょっとぐずっただけですやろ。お師匠さんみたいにぐじ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 うるさいんやから。ん？なんだって？なんも？珍しいよな。お前が実家にお土産なんて。たまには親孝行もいいか。まあ、エビで鯛を釣ろうかなってことで。そういうことか。あ、ふたばはん、寮に電話忘れてもうた。あれほど何度も忘れ物ないか確認したのに。たくしょうがね。あたしから離れんなよ。大げさやな、ふたばはんは。別に迷子になんてならしまへん。はぐれたら面倒だからな。ほら、カオル子。え？て？人多いし。恥ずかしいわ。子供やないんやから。でもまあ、ふたばはんがつなぎたいんやったらしゃあないな。はい。はぐれたら面倒だからって言ってるだろ。はい、到着。あー、かわいい。つばきのキーホルダーや。つまみ細工か。繊細ですっごくいい仕事してるよな。ほいで、例のものは？地下1階の食料品売り場みたいだな。そこのエスカレーターで降りよう。ありました、エフタバハン。あのお店や、満月堂。ここのお店限定の満月うぐいす餅、あるだけよろしゅう。ふたばはん、最後やて。はい、一箱お願いします。あ、危ないとこやったわ。ギリギリ買えてよかったな。お師匠さん、うぐいす餅に目がないし。あそこのみたらし団子おいしそうや。ふたばはん、3時のおやつにどない？たく、しょうがねえな。すみません、このみたらし団子2つお願いします。あっちのもなかも気になりますわ。天皇はんたちにも買って帰ります。すみません、もなか10個入りお願いします。あ、あれも。さすがに買いすぎだろ。まだ気になるもんあんのか。って、カオル子？カオル子？しまった、はぐれた。やっぱあの羊羹にしましょか、ふたばはん。って、ふたばはん？どこ行ったん？迷子にならはりました、ふたばはん。もう、だから言わんこっちゃない。あたし？そっか、なるほど。迷子センターか。あいつ、頭良くなったな。迷子ってなんやの？まるでうちが迷子みたいやないやの。迷子なんはふたばハンドス。おい、カオル子。って、こら、係の人に迷惑だろ。怒んなって。天下の花やぎの名前に傷がつきましたわ。迷子なんはふたばハンやのに。ああ、そうだな。あたしが悪かった。行くぞ。帰る前に寄りたい店あるし。椿のキーホルダーのお店？うん。このつまみ細工のキーホルダー、お揃いにしないか？縁と違います？カレンハンとカグラハンみたいやね。あたしはこの紫。うちは、桃色。ふたばハン、貸して。たまにはうちがこうたるわ。え、いいのか、カオル子。今日はちょっと手間かけさせましたからな。おおきに、ふたばはん。